思っちゃってね、寂しくなりました。うん、でも、はい、そういうのしか2人とも思いつかなかったみたいですね。それってちょっと寂しい。どこありますか。私はキラキラ消えてったところですね。卵からやり直しなさいと言われた回です。もうそれはもう前回のゼロワンしょうがない。ゼロ前作ではそれだったけど、はい、今回の作品で印象に残るシーンはパタモンじゃないんですけど、タケルがね、自分家のお部屋でね、夜ね、机に向かってね、積み木をやってたの。あれはね、印象に残るっていうよりね、変ですよね。俺もちょっと思いましたね。積み木かって。あ、積み木やってため息ついてる。そう、あれがね、すごいね、思い出に残ってる。ね、忘れられない。パタモンが崩しちゃうんですよね。ごめんなさい。それはいいんですけど。くしゃみがね、バーンって。ね、確かに、うん、面白い変なシーンではありますね。ねえ、なんだろう、不思議なシーンだったなってすごく私は思った。うん、で、大輔くんは？僕はそうですね。やっぱり。うん、一番最初のシーンなんかはドキドキしましたね、自分で。一番最初、はい、一番最初エレベーターのとことか。いやいやいや、あのすごいしょっぱなで、あー、3年前の、はい、3年前のっていうところですね。はいはい、もうあのセリフね、どうしよう、あの前にビデオは見ました。見ましたけど、ドキドキしましたね。決して忘れることのない、かなり緊張しました。緊張してたのがとても分かりました。失礼いたしました。タケル的にはどうなんだろう、ひかりちゃんのことは。ひかりちゃんのことはそん好きとか思ってはないんですよね。基本的には幼馴染でっていう感覚、まあ、さっきも話したかもしれないですけど、多分お兄ちゃんとか、まあ、上の方々が結構しっかりしていたんで、なんかそういう部分、あとお母さんと一緒に暮らしてるとかあって、やっぱ女性に対してこう優しくないといけないとか、あ、自分の性格というかポリシーが、あるんじゃないんですかね。でなんかひかりちゃんを守ってあげたいと思ってて、でもさ、ひかりちゃんとさ、宮子さんに対する接し方だいぶ違うよね。宮子さんはやっぱしっかりしてそうなのかな、タケル的に。いや、しっかりしてるとは思ってないけど、年上だから、いや、なんだろうな、それもあるかもね、同い年と年上だと。やっぱそれと昔からずっと一緒にこういたから気になって仕方がないっていう、その恋愛感情っていうふうにはまだ言ってないと思いますね。タケル、そういうことはまだ考えてないと思います、でも結構意味深なセリフ多いよね。多いですね。ちょっとドキドキするよ ね、こっちがね、それどういうこと、ちょっとどういうことって僕も思います ね、 本当ね。なんで、いやいや言うてるやん、自分で。いや、言うてて、あの、思うんですよ、はあ、どういうこと、あ、考えちゃうんだ。やっぱひかりちゃんのこと好きなのかな、いや、そんなことない。そんなことない、すごい否定したね、今ね。いや、まあ幼馴染として心配だと、心配だと、そういうことにしておきたいですね。そうですね、まあ大輔くんはね、どうなんでしょうね、大輔くん頑張ってほしいね。頑張ってほしいですね。一生懸命こう光ちゃんを追いかけてほしいと思う。大輔は時々なんかかわいそうになりませんか。それは結構タケルがさ、いろいろさ、やっぱ僕がなんですかね。パタマもやってますけど、はい、はい、いろいろこう焚きつけてはいますが、なんか大輔は純粋に光ちゃんのことが好きなんだなっていう、そういうその小学生の恋愛をこう一途に貫いてて、すごい見てて可愛いなって、それは思いますね。おばちゃんとして、お姉ちゃんとして、お姉ちゃんとして、はい、僕もそうですね。大輔くんは頑張ってほしいですね、とりあえず。頑張ってほしいね。秘密。秘密は言えませんよって言ったらちょっとお話にならないんで。で、はい、はい。なんだと。なんだと、なんですかね。あのね、
謎が多いのよ。謎が多い、それは言えますね。ここでこう言ってしまっていいのかなっていつも思うんだけど、うん、きっとディレクターさんだったりプロデューサーさんだったりっていう人の頭の中には、うん、デジモンアドベンチャー02っていうお話のその結末までっていうこうなんかこう流れはもうきっちり決まってるのか、もう大体ほぼ決まってきてるのかなっては思うんだけど、うん、ただそれは出演者には分からない、やってる方には分からないじゃない、うん、分からないですね、うん、だから台本をもらうたびに結構こう新たなこう謎が解けてくっていうのかな。あ、見てる人たちもきっと視聴者の人もあーってこうテレビを見た後にあーこういうことだったんだっていう謎が一つ解けるのかもしれないけど、うん、やってる本人たちもやってるうちにどん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 謎解きをやってってる。だから原作が多分ないから、その分こう私たちも新鮮に、視聴者さんも新鮮に見てられるのかなっていう秘密っていうか秘訣というかはあるのかなとすごく思う。毎回自分たちで台本もらうたんびに、僕なんかもなんか新しいこう小説を読んでいってるみたいな感じですか。でなんかあ次どうなるんだろうってドキドキしながら、そうそう、うん、読んでるっていうのもありますね。あこんな人出てきてて、あこういう裏設定があったんだ、こうなるんだとかと思いますよね、うん、結構、うん、すごいそれはありますね。それはね、うん、なんか重要なポイントかなと、重要なポイントですね、思ってます、はい。ありがとうございます。こんな顔まで出しちゃってね、あんま見たくなかった、バーって早送りっていうのかしら、DVD、飛ばすのはできるんじゃないですか、ポンと。そう飛ばしちゃっても寂しいけどいいです。でもデジモンの本編はちゃんと見てください。はい、ありがとうございました。あこれからもいろいろ頑張ります。はい、パタモンも頑張ります。はい、どうぞ。はい、閉めてね、ちゃんと閉めて、キュッと閉めてね、キュッと、はい、僕閉まりませんよ、でも。いやでも本当ありがとうございます。そうですね、自分としては結構思い出に残ってるっていうか、すごい楽しい、本当楽しい現場だし、楽しい作品に出会えたんで、皆さんも本当楽しんで見てください。で本当至らない点とかいっぱいあると思うんですが、はい、これからももっともっと頑張っていきますんで、みんなもこれを見ていろんなことを頑張ってください、はい、ですね、はい、はい、皆さんどうもありがとうございました。